次期挑戦者予想で、でしらの方をやっていこうかなと思いますね。はい、まず早速、ブレイブゲート。ブレイブゲート現王者はヒョウで、えー、神戸ワールド初日でですね、ダイヤからダッシュをして、2日目 SBK から防衛に成功したと。で、そのヒョウに対する次期挑戦者の予想はですね、次挑戦するのは、これ、大田区での挑戦になると。 思うので、これ、ジェイソンが挑戦をしてくると。ジェイソンは、現在、ツインゲートを保持しているんですが、カンフーマスターズとしてなので、神戸限定で、まあ、ツインゲート戦を行う。だから、まあ、この大田区で、ブレイブゲートに挑戦をする。じゃないかなと思いますね。そして、えー、次期王者予想ですね。こちら、UT なんじゃないかなと思います。まあ、そろそろ体感してほしい。 っていうのがやっぱりありますね。で、次、ジェイソンが挑戦して、で、その次に亀井が挑戦して、で、ナチュラルバイブス3人目での挑戦、そして体感とあるんじゃないかなと思いますね。はい、続いてがトライアングルゲート。現在の王者は M3K。神戸ワールドでえペロスからダッシュをしまして、えー、2日目、ナチュラルバイブスハイエンドから、 防衛に成功しておりますで次期挑戦者予想はこれ海俊ディアマンテこの3人が挑戦をするんじゃないかなと思いますね、まあ、神戸ワールドでタイトルを落とした3人がまあ挽回のために挑戦へと行くんじゃないかなと思いますねそしてこちらの次期王者としてですねこれ二浦土井稔糸 ゴールドクラスの3人が退官するんじゃないかなと思います。まあ、やっぱこれ、石田が退団して、えー、新生ゴールドクラスとして、これから活動をしていくと思うので、まず手始めにトライアングルゲート退官となるんじゃないかなと思いますね。はい、続いてがツインゲート。現在の王者は亀井ジェイソン。まあ、神戸ワールドで春ディアマンティからダッシュに成功しています。 で、カンフーマスターズとしての体感なので、必然的に神戸限定でのタイトル戦になると思いますね。なので、まあ、神戸参謀ホールとかでのタイトルになるかなと思いますね。そして、その挑戦者予想ですね。これ、次来るのが清水、マシン J。この2人が挑戦してくるんじゃないかなと思いますね。まあ、これ、同門ですけど、まあ、同門じゃない。 まあ、同門対決になるんじゃないかなと思います。カンフーマスターズ対ナチュラルバイブスというね。まあ、そんな一戦になるのかなと思いますね。まあ、これ、清水マシン J も連携技見せたりしているので、まあ、このタックでの挑戦っていうのは全然ありなんじゃないかなと思いますね。そして、こちら次期王者予想として、これ、清水マシン J が、 来るんじゃなないいかなと思いますやっぱり神戸限定でのタイトル戦っていうのはちょっときついのかなと。まあこのあとね、さまざまなビッグマッチを控えているので、まあ割とすぐ王座移動になるんじゃないかなと思いますね。はい、続いてがドリームゲート。現在の王者は吉岡。まあ、神戸ワールド初日で甲からダッシュ。そして2日目で美浦から防衛に成功をしていると。 で、まあ、その吉岡に対する次期挑戦者予想はですね、これ、弁慶が来るんじゃないかなと思いますね。やっぱハイエンド自体は、今現在不調ですけど、まあ、弁慶、ただ一人好調なので、大田区で挑戦をしてくるんじゃないかなと思います。まあ、同期対決。これが実現するんじゃないかなと思いますね。 なので、これ、吉岡が王者のうちに、まあ、春弁慶のどちらかは必ず挑戦してくるんじゃないかなと思いますね。もしかしたら両方挑戦っていうのもあるかもしれないですけど、まずやっぱり、校長の弁慶が挑戦をすると。そして、次期王者予想としては、これ、KG が来るんじゃないかなと思いますね。近年の、まあ、直近の歴代王者の移動、 の統計でですね、これ新世代からダッシュするのは上の世代っていうのが連続で今続いてるんですよ。弁慶からダッシュしたのは土井、俊からダッシュしたのはこれヤマト。なので、次、今現在王者新世代の吉岡からダッシュするのはこれついに KG が来るんじゃないかなと思いますね。まあそろそろね、年齢的にもキャリア的にも KG はねそろそろ体感しときたいところだと思うので満を持して次こそ KG が来るんじゃないかなと思いますね。<music>